聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。東邦対フラノ、舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情、凛々しい表情の選手たち。それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、東邦ツートップで前線を組む布陣となっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド、フラノ、スリートップの攻撃的な布陣です。キャプテン松山君を中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。いよいよ試合開始です。さあ、激闘のマスが開けました。これは邪魔だ。どうだ、フェイント本田君、ここで止めた。東邦、ここで作戦を変えてきました。小田君、ここからチャンスを作れるか。横にかわして突破、体ごとぶつかっていった。長いパスが通った。フェイント、スライディングで止めた。東邦、ここで作戦を変えてきました。あとドリブルを見送る、横にかわして突破、これはごぼう抜きだ。もうこの一撃がタイガーショット。それ正面から抑えに行く。加藤君、ボールはまだ生きてる。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。これドリブルで突破。そんな敵陣へ攻め込みます。素早く横にかわす、シュートだ。加藤君、これはキャッチできない。ゴール前に上げた。日向君、クロスに合わせに行く。空高くで火花を散らす。松山君、この対決をものにした。処理松君、ここは抜かせません。ひねがさん、もらった。フェイントだ。くらえ、ここでこれがタイガーショットだ。加藤君、このシュートを正面から受け止める。いけ、よし、体ごとぶつかっていった。横を振り抜けた。止められない。体ごとぶつかっていった。田中君、ここはショートを避けた。松山君、表しのようなドリブル、ドリブルでボールを振る。高島君、ここで止めた。横にかわして止めた。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。抜き去った。東邦、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。フィールドを一筋のタイガーショットだ。なんとかボールに食らいつく。決まった、決まった。ゴールを決めました。決まった。タイガーショットだ。松山君、ロングボールを送る。山村君、ロングパスを受けます。体ごとぶつかっていった。小田君、横にかわして突破。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す雪崩攻撃だ。そらもらった。日向君、邪魔だ。敵陣を切り裂く。よっしゃ、これがタイガーショットだ。これは反応しているぞ。キーパー止められない。まさに必殺。よし、決めたぜ。もらった。
よし邪魔だ。よっしゃ、これがタイガーショットだ。横にかわしてコッパー、やこれはどうなんだ。横をすり抜けた、素早く横にかわす。何だ、ボールを奪うことができません。素早く横にかわす。さあゴール前です。ヒューガさん、ここから一気に攻め込みたいところ。ヒューガ君、ここセンタリングに合わせる。止めた、パントキック、どこまで運べるか。もらったぞ。横をすり抜けた。マッタ君、ヒューガさん、ボールを狙うも届く。どうだ、あんとフェイント、タックルが炸裂。横にかわしてくる。次々にかわしていく。はっ、やった。近藤君、ボールを狙うタイガーショット。反応しているぞ。加藤君、ボールはまだ生きている。加藤君、このボールを拾います。ゴール前に上げた。ソリマス君、センタリングに合わせる。空中での激突だ。松山君、この大一番を制する。チャージが決まった。ロングボールを送る。よし、素早く横にかわす。これはトーン抜きだ。抜き去った。このタックルは不発に終わります。タイガーショット。加藤君、このシュートを正面から受け止める。ここでパスカット。もらったぞ。ソリマス君、素早く横にかわす。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。もうこのタイガーショット。これは見事にキャッチ。パントキック。東方、前半を優位に進めて終えました。この流れを保っていきたいところ。キックオフ。はぁ、はぁ、もらったぜ。おば、松山君、ここはパスに切り替えた。ここは抜かせません。素早く横にかわす。あっと、奪い返した。小池君、ボールダッシュ成功。はぁ、ヒューガ、見たか。ここからチャンスを作れば敵陣を切り裂く。ヒューガ、タイガーショット。まさに火、見たか、これが俺の力だ。見たか、邪魔だ。タイガーショットだ。中川君、ロングパスを受けます。ヒューガ君、ここは抜かせません。ここから長い距離を行う。あーっと、弾き飛ばされた。ドリブルでボールを踏む。横をすり抜けた。近藤君、ここで止めた。川田君、タックルを決めた。素早く横にかわす。このスルーパスは通るか。シュートまで持ち込めるか。横にかわして、ここはもうこの痛いだ。ちょっと、これを正面から抑えに行く。そら、キーパー反応できない。また決め、次も決めてやるぞ。ニューヒーローの実力です。タイガーショット。そら、ロングボールを送る。ぶつかっていった。はっ、やった。横にかわして突破。松山君、タックルを決めた。チャージが決まった。はっ、よし。ソリマス君、素早く横にかわす。ヒューガ君、パスを出す。よし、横にかわして突破。佐瀬君、
ボールを狙う。届かない。ゴールを狙う。これはゴールラインを割ります。ゴールキックから再開です。小田君、このボールをコントロール。小池君、ボールダッシュ成功。もう狙った。くそ。チャージが決まった。ここからチャンスを決めるか。どうだ小田君、ここで止めた。小池君、ここは抜かせません。小田君、ここで奪った。パスを出します。かわして振り切った。あっと、この位置でパスカット。タックルが炸裂。このタックルは抜かせに終わります。かわして振り切った。抜かせた。チャージが決まった。このボールをコントロール。横に回して突破。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙う。本田君、激しいタックル。島田君、ここは抜かせません。ここで大きくサイドチェンジ。素早く横に倒す。ここから長い距離のパスを狙う。これはゴールラインを割ります。コーナーから蹴ります。誰に合わせてくるか。先頭に合わせる。このシュートに反応している。奪い返した。ヒューガ君、これは一発のロングパスだ。パスを回す。体ごとぶつかっていった。はっ、このタックルは2つに終わります。はっ、いけ。はっ、ヒューガ君、激しいタックル。あっと、ドリブルを見送る。それそれ、かわして振り切った。小田君、左へパス。これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。ドリブルで突破。ロングパスだ。このパスをトラップ。ヒューガ君、シュートを持ち込むか。タイガーショットだ。このシュートを体で止めるつもりだ。あー、弾きます。加藤君、ボールはまだ生きている。弾いた。はっ、それパスを出します。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。川辺君、ここからロングフィードを送った。それ横をすり抜けた。ロングパスだ。これはゴールラインを割ります。キーパーからのリスタートです。ロングパスだ。ここでパスカット。横をすり抜けた。このタックルは不発に終わります。抜き去った。あっと、完勝。大量得点で試合に花を添えました。